第10回目のまさこのバトンタッチをお届けいたします。今からお届けする第10回まさこのバトンタッチのゲストは新津栄さんです。今月もアナ・マサコさんパワー全開です。ではご覧ください。どうぞ。番組をご覧の皆様、こんばんは。アナ・マサコです。マサコのバトンタッチ第10回目となりました。今回は新津栄さんです。よろしくお願いいたします。新津さんは、こちらの人ではないんですよね。もともと東京の方で、教員してまして、で退職してこちらに。あ、そうですか。あの学校の先生だった。小学校の図工の教員も。小学校のね。それなんでこういうことで。そうですか。もうこっちに来た理由っていうのは何かございますか。ちょっとうちの女房が具合がちょっとよく、難病にかかっちゃって、私も狭心症になっちゃったんで、ちょっと空気のいいところと思って。とってもいいでしょう。こちらは本当空気がいいですね。風景も綺麗だし。あの景色もいいし、景色もいいし、もう新津さんがこう全部どこを被写体にするかなって言った時に、ここってすぐ決まっちゃう場所が、もうできちゃうでしょ。もういくらでもいっぱいありますもんね。いっぱいあります。たくさんありますもんね。作品見るとそんなことが伺えますよね。とっても素敵ですね。アトリエっていうのは、このところの場所は全部こうなんか手作り風なふうに見えるんですけど、全部手作りです。全部手作り。ここガレージだったところをちょっと床上げたり、ここ全部ガレージだったんですけど、床上げたり、窓入れたり、窓も入れて、素晴らしいですね。だから絵を描いて、そしてこういうなんかこう工作して、工作。木工っていうんですか。木工もやって、あそこにもありますからね。やって、あと焼き物。それで焼き物。素晴らしいですね。農業やられて。農業やって。すごいな。農業の畑は多いんです。大きいんですか。畑は一旦4世ほど借りて。そうですか。もう食べきれないんで今出荷してるんです。そうですか。直売所に。いいですね。お金になるからね。そのお金でこれ材料費を買ってる。そうですか。ね、あの材料費ってかかりますもんね。結構材料費が大変なんで。基本になる材料費がかかるのね。そうなんです。キャンバスが高いし、この学生時代よくこんな高いの、もうちょっと学生時代安かったと思うんですけど、貧乏学生だったからよく頑張ったなと思うんですけど。でもみんな作られちゃうからいいですね。なんかこう流木なんかを見ると、これは何かにできそうだっていうふうに思っちゃうのね。しばらく外でほっぽといて、ちょっと鉛筆スリップに勝負が湧くと、ババッと作っちゃう。ババッとね。素晴らしいですね。気に入った絵っていうのはもう全部あれなんでしょうけど、もうこの中でも一つなんて言ったら難しいわね。最近描いた絵であれはちょっと好きにいってるかな。根っこ木の、皮があるね。皮があって、皮をイメージこう出すって難しいわね。あの木の存在感みたいな。ほとんどこう岩場なんですよ。下が地面が、岩場なの、でこの草があるように、土があるように見えますけど、上から葉っぱが変えて落ちて、一応表面的には土があるんですけど、下はほとんど岩場なんです。その岩場のとこにこう根を張って生きてるこの生命力、それにちょっと、それを作品のテーマにしながら、ご近所で描かれた、近くですね。これ、大西のちょっと手前のところに、大西の方ね。大西まで行かないですけど、この間行ってきたんだ、大西。
あ、そうなんですね、それだからもう、あのもうニーズさんのね、あのいろいろことを思い浮かべてたんであの作品をあちら、もうアートがだいぶ進んでるっていうか、あのお西はなってるんで、どうぞどうぞあのお世話してね、素晴らしいですよね。西さんにとって絵の魅力ってどういうところに一番あるんでしょうかね。こう写真ではないこの絵っていう、写真だと、はい、あの平面的なんですけど、はい、それをこういかに量感を持って存在感を出すかっていうことに、私あの物の美しさっていうのは存在するってことに、あのこう基本的に存在するってことに物の美しさがあるので、自然的にその存在感を出すってことが狙いになって、絵を描くときに、でもうゴテゴテ絵の具をゴテゴテ使って存在感をこう表現して、写真じゃ存在感出ない、ね、出ない、あの平面的になっちゃうんですよ ね、 うん、それはなんか子供の時にきっかけがあったんですか、この絵にこう、あ、子供の頃は絵は好きだったんですけど、まあむさび で油絵を習って、はいはい、その頃はあんまり描けなかったんですけどね、あの今頃になって少し学生時代あんまり上手くなかったんですけど、油絵もどんどん乗ってんじゃない、だって3日で描いちゃったからすごいよね。むさびにやっぱりこう進学されようと思ったのは、やっぱりそういう芸術の方面にすごく関心があった、関心があったわけですよね。もうここで聞いちゃうかな、ニズさんのこう尊敬するような人っていうか、いらっしゃいますかね。私教員時代にあの、新しい絵の会っていう民間教育団体に、新しい絵の会、あの子供の絵をの、実践をあの、研究し合う団体だったんですけど、そこであの岡島健太郎さんって方に出会って、その方が私の実践をすごく評価してくださって、でその方の評価によって私がとてもあの、影響を受けながら実践してきたんですけど、その人、岡島健太郎さんって言うんですね。あ、そうですか。その方は本当尊敬する人、そうですか。どこの方ですか。東京の今竹野川に住んでますけど、そうですか。もうだいぶお年を召しちゃってると思うんですけど、そういうか、尊敬する人がいてっていうのは、先生でいらっしゃる、その先生で、その人があの絵の見方だとかいろいろ教えてもらって、で見方を、今にも、今の私を作った元の成尾の方で、そうなんですか。あの 大学の先生じゃなくて、小学校の、あ、小学校の先生をやってた方で、担任、ご担任やってた方で、やっぱり絵も教えてて、でそのお互いに絵を実践を見せ合う、研究する会があるんですけど、そこで知り合って、あ、同じ小学校でじゃなくて研究会で、研究会で、それは新津さんが何歳頃の頃に出会われた。もう30、20代から、退職までずっとその団体には所属して、事務局長やったりとかいろいろ仕事あれ、この子供の絵からこういろいろこう感じることとか、そういうのを教わったりなんかして、子供のその絵の持つ魅力みたいなの、ね、子供の絵はすごいですね、すごいですね、本当すごいですよね。それをどうやって引き出すかっていう、その子供に持ってる素晴らしさを、こう絵としてどうやって引き出すかっていう、小学校で先生を、図工の教員やってたんです。だから先生がそうやって引き出してくれてると子供はどんどん発達して、あの素晴らしい絵が作れちゃうようになるね、もう一言で違っちゃうもんね、はあ、素晴らしい、そのあの絵を見せてあげたいくらいに、とてもいい絵がいっぱいあったんですけど、そうですか、まあここで絵画教室なんかやらないんですか。ちょっともう教えるのは教えないで自分で楽しんじゃうっていう一応あの奈良に来てる方一人いて、あとあのカルチャーセンターでも教えてはいるんですけど。そうですか、まあ、絵は教えるものじゃなくて描くものだ素晴らしいよね、じゃあ今日はこのぐらいでよろしいでしょうか、はい、ありがとうございました、はい、
がとうございました、はい、どうもありがとうございました。素敵なことまたお入れください、またお邪魔させていただきます、はい、次回は山地晴美さんと内原恵美さんバトンタッチです。でバトンタッチ